久保さん、この1、2、1、2のやりとりが面白いですね。<laughs> 1、2、1、2っていう。<laughs> これね、一般の人から見たらね、何なんだ1とか2とかね、なんか意味あんのみたいな、ね、<laughs> そんな動画撮って意味あんのみたいなね。<laughs> うん。まあ意味あるかないかではなく、まあどういう、まあ久保さんが言うとおり1でやってんのかどういう気持ちでやってんのかって話ですよね。うん。なんかね、堀江さんにそんな質問、 聞,聞いて意味あんのっていう。いや、僕は聞きたいという意志で聞いてると。僕の意思に意味は。あ堀江さんからとると、堀江さんには僕の意思はないけど、僕にとっては堀江さんのにない意思があると。だから、堀江さんから見たら、僕の意思は意味がないかもしれないけど、<laughs> 僕の意思は、あー意味は、そこで僕,僕自身ですから。あんた生きてて意味あんのみたいな。 君生きてて意味あんのみたいな <laughs> 君と僕の人生は違うわけですから何だろうな、うん、その人の人生の意味っていうのはその人しかわからないわけですよねうんまあだからそれが堀江流というかねあの分離して考えてるっていうねうんすごくあの生き生き切った考え方でまたそれもそれでいいなぁと思うんですねう だから、それをね、だから、僕はあの、それ聞いて意味あんのっていうのをね、あのー、要は、これもね、事前に言われたんですよ、司会者にね。いや、多分、堀江は、それ聞いても意味あんのって言うと思いますよ、と。で、事前にそういうふうに言われてたんだけど、僕は聞きたいと。それでも <laughs>、 いや、その質問しても多分あれなんで、みたいに言われたけど、でも俺聞きたいという意思があるわけなんですよ、直接。堀江さんの司会者、ここの場所に来た理由は、堀江さんに僕の質問を僕の言葉で伝えたいし、聞きたいしっていうところで来たっていう意思のもとを聞いたんで、んもし、ああ、じゃあい、ね、司会者の方にね、いや、その質問はちょっと多分こう言われるんで意味ないっすよ、みたいな、あ、そうっすか、じゃあ違う質問ってのはならなかったんですよね、僕は。まあ、きあ決めてたから。 それは、あの、誰に何と言われようと決めてましたからね。うん。ただ面白かったのは、その司会者と同じような、あの、回答が来たっていうのは面白かったですけどね。だから司会者の人は堀江さんのことよく知ってるな、みたいなね。まあそれはそうですよね。全国ずっと一緒に回ってんだから。うん。そう。人生に意味ないけど、いろんなものに意味ないけど、ね。あの、意味を見出していくってことですね。うん。 そのね、堀江さんは車に乗らなくても車を手放して10年ぐらいでも10年前は堀江さんも車に乗っていた時期があった所有していた時期があったでも今,か今の堀江さんから見ると車持つって意味なくないとってかリスクの方が高いでしょ事故ったらとだけどその分自分で運転する楽しさっていうのはねあのなんだ少なくなったんじゃないかなともちろん1年に1回とか1ヶ月に1回とか乗りたいと思った時にそのレース場行くとかね まあそういういのはあるんだけども、なんだ自分の、うん、所有しているものを眺めて、えー、なんか法要に浸るとか、まあ、人それぞれあの感じ方が違うんであれですけどね、うん、やっぱその人から借りたものを運転するのか自分の所有しているものを運転するかって確かにその運転っていうロジックは変わらないんですよ ね、レンタカーを運転しようが、自分の車を運転しようが、運転するというロジックは変わらないんだけど、そこに入る意思、気持ち、感情っていうのは僕は変わると思います。人から借りてきたものを使うのか、自分の所有しているものを使うのか、もうここ間違いなく感情はちょっと違うと思うんですよね。でも運転するっていうね、そのなんだろうな、そのロジックは変わらないですよ。うーん。だからフェラーリをレンタルして乗るっていう。 そのフェラーリを運転して乗るという声は変わらないんだけど、自分で持ってんのか借りてきたのかっていうことで、まあ気持ちは違うと思いますよね。うん、例えば自分で所有してね、頑張って、仕事めちゃめちゃ頑張って、フェラーリね、憧れだったフェラーリを手に入れたっていう、もしそれで所有してるんだったら、多分乗るときに、毎回乗るたびにね、俺頑張ったな、みたいに思えるだろうし、でもそれがレンタカーだったらレンタルしてるわけなんですから、<laughs> そう思えないだろうしね。でも堀江さんの言う通り、 別にレあの運転は楽しめるよっていなねま <laughs> あそうなんだけど <laughs> まあ人それぞれですいってらっしゃい。